福津市は福岡県の北部の宗像地方に位置し、福岡県を4つの地域に分けた際は福岡地方に属する国民健康保険制度の参考にされた偵察制度がかつて行われていた地域である。福津市は福岡県の北西部に位置し、福岡市と北九州市という2つの政令指定都市のほぼ中間に位置する。福岡都市圏の北西部 北九州都市圏の最西端に位置する。経済、文化的に福岡市、北九州市や隣接する棟方市、小賀市とのつながりが強い。東部から南部にかけては、このみ山、本木山。海岸は、限界国定公園にも指定されており、風光明媚な土地である。福間海岸は、九州の湘南と呼ばれ県内でも、有数のマリンレジャー地区となっており、 海岸沿いに飲食店などが立ち並ぶ人気スポットとなっている。江戸時代に大規模な塩田として埋め立てられるまでは、津屋崎から勝浦にかけて深い入り江があり、現在の勝浦から白石浜を経て渡り半島へとつながる海岸線は幅の狭い陸警察となっていた。現在、福岡市東区中から東島までの佐数を指して、用いられる海の中道という名前は、本来、 この刺すを刺すものであったと考えられている。旧福間町域の中心部は全国でも珍しい大技がない住所がある。この場合の住所は福津市番地である。しかし、平成期に入り住居表示の実施が順次、実施されてきた。福津市は福岡市、北九州市という二つの政令指定都市の中間にあるという立地の良さと、鹿児島本線。 国道3号が市内を通るという交通の便の良さによりベッドタウンとして発展してきた。当初は北九州都市圏のベッドタウンとして発展してきたが、近年では福岡都市圏への流れの方が優勢となっている。そのため相対都市圏では北九州都市圏には含まれず、より流れの優勢な福岡都市圏に含まれる。1961年には、 北九州市の八幡製鉄の社員住宅として、原町団地が造成された。それ以後、大規模な宅地開発が次々に行われ、東福間団地、若木大団地、広葉大団地ができ、人口が大幅に増加した。また東福間団地、若木大団地の完成に伴い東福間駅が作られた。高度成長期以降、ベッドタウンとして人口を伸ばし続け、 合併後は一時的に人口は減少に転ずるも、福間駅周辺の区画整理事業、国道3号沿線への大型商業施設の開業などがあり、旧福間町域の人口は増加している。旧津谷崎町域を含めると、1995年から2010年の間、人口はほぼ横ばいであったが2010年の福間駅の駅舎移転により、駅周辺を 都市再生機構などによる宅地開発が行われ、2010年以降は再び人口が増加した。2016年に上西郷川は、上西郷川里川の再生で土木学会デザイン賞の最優秀賞を受賞する。東福間駅周辺においても、津まる地区において宅地造成が行われている。方言として、胸方弁が使用される。2017年、新原。 八つ山古墳群が、神宿る島、宗方沖之島と関連遺産群の構成資産として、ユネスコ世界遺産に登録された。2019年に上西郷川日本一の里川を目指す会は、国連の催し、生物多様性アクション対象2019の多自然川づくりを通じた、生物多様性の保全と地域づくりで、震災印象を受賞する。また同年に、 環境ネットワーク、虹も、生物多様性アクション対象2019の、里地里山、里川の生物多様性保全プロジェクトで、震災印象を受賞する。旧福間町旧津屋崎町合併前の各町については、福間町及び津谷崎町を参照のこと。福津市では、さらなる合併に対する議論もすでにある。論歴史的つながり、交流の緊密化、経済圏、 文化の共有、勝浦と限界の経済圏一体化から主要な意見の一つである。古賀市論福津市の福岡市向地名の共有自撮り地区と福間地区経済圏の一体化から提唱される意見である。合併不必要論合併早々に次の合併を考える前に、福津市の自立化や発展を優先すべきとすることから提唱される主要な意見の一つである。 漁業大型商業施設ホームセンター、福間駅すでに廃止された路線 JR 九州バス。福間駅からはイオンモール福津及びその近くを循環するイオンモール、福津循環線がある。蒸気以外にも、かつては福間駅を起点とした一定のエリアを100円均一で循環する路線駅バス福丸が運行されていたが、2015年3月31日をもって廃止された。 駅バス福丸とは一種のコミュニティバスで、駅を起点として、半径 2km 程度のエリアを一周するバスであり、料金は100円均一となっていた。他にも新飯塚駅企業の路線も存在していたが、こちらも2019年9月30日をもって廃止されている。西鉄バス棟方、西日本鉄道福津市内からは、福岡支店寺にへ向かう路線と、紅葉台6丁目から、 福間駅を経由し、津屋崎、河野港方面へ向かう路線、旧宮寺岳仙台体で、西鉄新宮駅への路線がある。上記の路線とは別に、正月期間中には、福間駅より、宮地岳神社に向かう臨時バスがある。福津、ミニバス廃止された JR 九州バスの淡島神社、京都、八並京都、駅バス福丸及び、西鉄バス。 宗形板区のコミュニティバスの代替として2008年4月1日に運行を開始した。宮若市乗り合いバス廃止された JR 九州バスの福間線の代替として2019年10月1日に運行を開始した。高速道路市の南東部を九州自動車道が通るがインターチェンジはない。高速道路を利用する際は隣の小賀市にある コ賀インターチェンジか、宮赤市の若宮インターチェンジを使う。コ賀インターチェンジには、サブとして、複数の名前が使われている。一般国道剣道主要地報道、一般剣道愛のイアンズの里、赤梅ガメが生息している、勝浦浜海岸、シムハラ、ヤツヤ群。ありがとうございます。